掛川市、掛川市は静岡県西部の都市、江戸時代に東海道の主要宿場町として、また掛川城を核とした城下町から発達した地方都市である。佐野郡及び小笠郡に含まれ、牧野原大地のすぐ西に位置している。安土桃山時代には山内和豊の城下町であったため、この園で高知市、高知県との交流関係が深い。 江戸時代には、掛川藩、横須賀藩の城下町となり、東海道掛川塾、西坂塾の宿場町でもあった。2005年4月1日に、旧掛川市、大東町、大須賀町の一市二町が合併して、現在の掛川市となった。農業が主要産業の一つであり、緑茶の栽培は、全国屈指の産出量を誇る。牧野原氏が成立するまでは、 アラの生産量全国一位であった。東海道新幹線掛川駅や、東名高速道路掛川インターチェンジとともに、工業団地の誘致に成功、拠点都市としての性質を強めると同時に製造品、出荷額1兆円を超える、県内有数の工業都市となった。その結果、脆弱であった財政基盤は大幅に改善され、2006年には、 財政力指数が1.033に到達、初めて普通交付税不交付団体となった。しかし、2006年度末には、借入金総残高が1016億円に達し、実質交際比比率が18%を超過したため、地方債許可団体となった。また、スローライフを宣言しており、公害化やスプロール現象の促進とは、正反対で、 中心市街地の活性化で個性を強化する路線を掲げており、中心市街地活性化法、タウンマネージメント期の実践が顕著である。倉誠温泉、宝泉寺温泉など市内各所の温泉街や掛川、花鳥園などの観光地を訪れる観光客も多い。また、1970年代には、吉田拓郎やかぐや姫、2000年代には、AP バンクなどが、 野外コンサートを開催すなど、ロックフェスティバルの街としても知られている。さらに、掛川市役所や掛川警察署の公式ウェブサイトにて流れるテーマ曲が話題となる。牧野原大地の西に位置する。南北に約3 0キロメートル、東西に約1 6キロメートルの距離がある。鎌倉時代には、喧嘩はとして歴史書に描かれた。また、室町時代には、 新州塩尻に至る塩の道の支点であった。戦国時代には、戦国大名今川氏の配下の朝日名氏の城下町として発展した。江戸時代には、掛川藩、横須賀藩が樹立され、その城下町となった。藩政時代には、古代大,大名が入れ替わり入っていた歴代藩主は各藩の項目を参照。二千五年の合併に伴う市長選挙が行われ、 戸塚信也が市長に就任した。しかし、戸塚の民族を収入役候補とする特別職人事案が議会により否決され、収入役不在の波乱含みの姿勢スタートとなった。戸塚の公約である掛川市、菊川市、お前崎市三市による小笠郡全域合併構想の実現が焦点となっている。2005年、助役大倉重信。 旧大東町長が合併しない方が良かったと発言し、波紋を呼んでいる。2003年、農業用水である大井川用水を市内の事業所が工業用水として目的外転用した問題が発覚した。サンデープロジェクトなどの報道番組や経済主導で特集報道され、水泥棒とのセンセーショナルな表現も一部で参見されるなど大きな問題となった。 2004年3月、静岡県から2007年までの暫定的な小笠、工業用水の水利権許可を受ける、暫定対応を実施した。また、大井川用水路、牧野原用水路の水を、工業用水に正式に流用することで、抜本的な解決を図ることになった。静岡県、静岡県大井川広域水道企業団による、長島ダム使用権の工業用水一部転換申請が、 認可され、2007年1月9日、東園工業用水道企業団が発足し、2007年4月1日工業用水の給水開始を目指している。市町村防災行政無線を市内全域で運用。屋外スピーカーの設置のほか、全戸に個別受信装置を配布している。企業をモチーフに、掛川の頭文字形を図案化したもの。旧掛川市、大東町。 大須賀町の合併時に一般公募により決定された。企業は掛川藩藩主であった大田市の家紋であり、旧掛川市の師匠や市花にもなっていた掛川のシンボルである。また、市内の学校の交渉デザインにも多く取り入れられている。2012年、平成24年に全国お茶祭り静岡大会員、掛川の開催に合わせて募集され235点応募。 された。名前は、茶の宮金二郎で、愛称、金二郎君。掛川ゆかりの二宮金二郎をモチーフにデザインされ、手には、掛川茶のことが書かれた本を持ち、常に、掛川茶のことを研修して知り尽くしている男の子。頭と本には、一心二様の掛川茶がデザインされ、掛川の深蒸し茶をイメージした緑の着物を着ている。田っ安じみ、あ 掛川、飯田のご都しの頭文字から、タスキー旧大統町が1986年により、同盟の市長と地域活性化、交流のためのサミットを毎年開催していたが、平成の大合併により、大統の名称が大統市のみとなるため、2004年に解散。全国最大規模の緑茶の栽培地であり、緑茶を用いた土産物も多い、全国お茶祭りの 全国茶品評会では、掛川氏が深蒸し煎茶部門の産地賞を受賞し続けており、2007年現在で3連覇中である。2006年に日本茶で初めて、モンドセレクションで丸山製茶の茶師名人が金賞を受賞し、2008年までに3年連続受賞。2008年は最高金賞を受賞している。また、市内に本社を置く佐々木聖茶が千茶。 静岡の誉れをモンドセレクションに出品し、2008年に特別金賞を受賞している。このように、市内の緑茶に対する評価は、総じて高いとされている。なお、掛川茶振興協会による緑茶の産地表示は、下記の通りである。緑茶以外では、メロン、イチゴ、トマト、バラの栽培が盛んである。製造品出荷額は、 1> 約1兆4469億円、工業統計表、2005年であり、静岡県内では、浜松市、岩田市、静岡市に次いで4位である。主要な品目は、ADSL 機器、ファクシミリ、化粧品、アップライトピアの自動車部品、携帯電話など。市内に立地する工業団地には、掛川東部工業団地、エコポリス、 新エコポリス工業団地、上土方工業団地などがある。掛川市、旧掛川地区の証券人口は278,750人、静岡県消費動向調査2006年であり、静岡県西部地区における最大証券の浜松、旧浜松市に次ぐ規模である。また、掛川市は浜松証券、掛川市全域、袋井証券、 大東地区を除くに含まれる。掛川駅北口周辺に商店街、飲食店街が集積し、中心市街地を形成する。掛川市中心市街地活性化基本計画では、中心市街地は大手町、連尺、魚町、中町、緑町、河原町、高野町、栄町、杜谷町,町、木内、松尾の11町と定義しており、この範囲には、 掛川城、大日本宝徳社などの歴史、文化施設群も含まれる。平成期には、市街地の空洞化が進行し、商業機能は、大池地区、アピタ掛川店、バロー掛川店など、西郷地区、静鉄掛川ショッピングセンター、エスプラザなど、など郊外に分散している。また、大東地区には、大東ショッピングプラザ、ピア、大須賀地区には、ロックタウン。 大須賀などの郊外型ショッピングセンターがある。掛川城の周辺では人力車が運行され自動販売機にまで生戸壁があしらわれており、旧城下町らしい町並みが整備されている。地区計画による城下町風町づくりの規制に以下のものがある。市内全域で演習弁が話されている。また、 旧東東海国に属しながらも、大井川を越えた旧駿河国にほど近いという位置から、一部では、静岡弁、駿河弁も話されており、遠州弁と静岡弁の混在したアクセントも見受けられる。市内に所在する各神社を中心に、様々な祭礼が行われている。観光客が多く訪れる祭礼としては、遠州横須賀山熊野神社大祭や、掛川祭りなどが知られている。 これらの祭礼では二輪屋台が用いられ、一本柱マンド型、掛川型、西坂型など、祭りが開催される地域により様々な形状がある。郷土料理としては、芋汁が揚げられる。とろろは、静岡県を代表する郷土料理の一つであるが掛川では一般に芋汁と呼ばれる。自生した山の芋をすりおろし、すり鉢でこねながら、サバ出しの味噌汁で伸ばし、 これをご飯にかけて食べる。薬味としてすりおろした生姜、刻みネギ、ワケにを添える。B 級グルメとしては、かつて掛川市から浜松市にかけての地域で広く食べられていた酢味噌のそうめんが挙げられる。2000年代以降、B 級グルメの一品として再評価がなされ、酢味噌のそうめんが再び注目され始めている。ご当地グルメとしては、 掛川商工会議所、大河ドラマを活かす会の呼びかけで制定された、おち代御膳が挙げられる。以下の条件さえ満たせばそれ以外は、政権がないため、刺身、天ぷら、うなぎのかば焼きなど多彩な品を添えた、各店独自のメニューが、市内各所で楽しめる。市内全域が、NTT 西日本静岡支店の営業区域である。市外局番は、 市の大半の地域で0537であるが、市南西部の元屋地区、山崎地区は0538である。掛川市役所が地域ソーシャルネットワーキングサービス、SNS 用のウェブサイトとして、E ・ジじゃん、掛川を開設した。掛川市役所 IT 政策課情報課推進係を中心として運営が行われている。様々なコミュニティが存在し、 地域住民間の交流を深める狙いがある。2006年12月現在、SNS への会員登録は市民以外にも開放されており、会員からの招待がなくても登録可能である。市内全域で医薬分業が浸透している。特に掛川市立総合病院では、処方箋を処方箋薬局に対しファックスで送信するサービスを実施しているため、 かかりつけ薬局に行けば、即時に薬を受け取ることができる。2000年代後半からは、薬局での処方内容を記録する手帳、いわゆる、お薬手帳に、病院、診療所、歯科医院での診察内容も合わせて記録する試みが、始まってを、医師、歯科医師、薬剤師間での情報共有が進められている。医師不足や、病院設備の老朽化が課題となっており、 2013年5月1日に、袋井市と共同で新病院、中東園総合医療センターを掛川市勝部が池に開院した。複数の私立病院の統合は、全国初の事例となる。また、予測される、東海地震の想定震源域であることから、事業継続計画に対応した病院としても、注目されている。旧病院跡地は、医療。 福祉関連施設として利用される予定。市内中心部では、静岡ガス系の都市ガス会社、中円ガスによって、都市ガス 13A、熱量 46MJ が供給されている。郊外では個別、または集中方式による LP ガスを使用している。マイバック運動が展開されており、2007年から、 市内全域のスーパーマーケットでレジ袋が有料化された。環境保護を目的とする基金、掛川市環境基金を市が設立し、環境保護活動に取り組んでいる。市内の企業から提供されたリサイクル資源を環境保護団体、掛川エコネットワーキングに販売させ、その収益を基金に積み立て環境対策に充当している。また、市民有志により、 マイバック運動のテーマ曲、いつも持っているマイバックが作成され、掛川市役所の公式ウェブサイトや、マイバック運動に参加する各店舗で流されている。歌詞、およびメロディーは、マイバックソングを参照。二宮尊徳、陽名、二宮金次郎とその弟子たちが提唱した、経済学説、農村復興運動、法徳思想が盛んである。 二宮尊徳の弟子たちによって、遠州地方に、法徳思想が説かれ、東東海国法徳社、後の大日本法徳社社長、岡田良一郎、1839年から1915年が、全国初の信用金庫である、掛川信用金庫の前身、官業資金積立組合や、静岡県立掛川西高等学校の前身、紀北学者設立した。現在では、 全国団体である公益社団法人第二本法徳社が掛川に置かれ各地各事業所の法徳社、社団法人を統括している。掛川駅北口には明治天皇愛像の二宮金次郎立像2005年現在明治神宮像を模した二宮金次郎像が建立されている。遠州地方から起業家が多く輩出される理由として一説には 浜松を中心としたやらまいか精神と掛川を中心とした法徳思想が起業家に大きな影響を与えたためとされる。法徳思想はあくまで農村復興運動や幕府や藩の財政再建などの理論的支柱となった経済学説である。稀に混同されるが、あくまで学説、思想であり、宗教宗派などとは一切関係がない。そのため、 全国各地の報徳者も宗教法人ではなく社団法人である。旧掛川市長の新村淳一が生涯学習と都市づくりを結びつけ、全国初の生涯学習都市宣言を行った。2005年の新設合併によって執行。コートリソンの社会が地域と良心を否定するとの考えに立ち、土地条例。 30億円の市民募金による東海道新幹線掛川駅建設など、生涯学習をキーワードとし、様々な市の事業と有機的に結びつけた。掛川市、旧政市長、新村純一は、7戦目の市長選2001年に際して、スローライフを公約に掲げた。2002年11月に、スローライフ月間ン掛川が開催され、 国土交通省都市、地域整備局長、蔡英一、千葉大学法経学部教授新動宗幸、ジャーナリスト畜子哲也、新村市長、地域活性化研究所代表、川島正秀によるシンポジウムが行われた。旧市制50周年を機に、ファストフードに代表されるライフスタイルや、モータリゼーションに対して、意義を唱え、勤労、分度、水上を重視する。 法徳思想と絡めた歩行文化、スローライフ、法徳文化都市宣言を行った2004年4月。スローライフシティを宣言した都市は掛川が全国初である。東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道1号といった国土の大動脈が市街地中心部を横断しており、都市間交通、広域交通は 比較的充実していると言える。しかし、地域間交通、特に南北方向の交通整備はやや遅れており、改善のためにコミュニティバス路線の拡充、また、合併特例事業として、掛川市街地と、大東、大須賀市街地及び、新東名高速道路森係 ICE を結ぶ、南北縦貫道路、東西環状線の建設などの施策が行われている。 かつては海岸部を静岡鉄道周辺線が走っていた。1914年に中園鉄道として開業し、1967年8月に廃止された。トランポリンの普及に力を入れており、全日本トランポリントーナメント競技選手権大会が開催されている。熊野三山、極くご柱、製作と手順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。